マヒトのウィークエンドガレージハウス。さて、まあ、ヒトドットバイクをご覧の皆さん、こんにちはということでございます。今週も、今週もじゃないですね、今回もですね、まあ、ヒトドットバイク、相変わらずやっております。バイク村で何の人生か歌い続けております。私、まあ、ヒトと。はい、うねめはなです。そうなんでございます。今日はまたね、はなちゃんが来てくれたので、やっぱりね、こう、見目麗しき女子がいるといいですよね。ありがとうございます。もうこれだけでカウントが伸びてくれるんじゃないかな、ね、もうここの段階で押したくなるでしょ。いいね、よろしくね、よろしくね、よろしくということでございまして、今日はですね、また横浜某所に来てます。はい、某所に来てますね。ねえ、ということでございまして、今日の話題は何ですかね。これです。来ましたね。来ました。これあれです、ラジオで以前ね、あの湯浅さん、ビーズガレージの管理人湯浅さんに来ていただいたときに、私の眠っているエイプなんとかなりませんか。え、これだってエイプじゃないでしょ。これもともとエイプです。嘘ですよ、だって CB じゃないですか。これエイプだったものをちょっと大人たちがね、いろいろ手をかけてくれて、 CB90.0F っていう。え、900F じゃないの。 90.0F。 おかしいなと思ったんですよ。なんでキックペダルがついてんやろな。そうなんですよ、これちょっとね、最近まだ出来たてほやほやです。来ましたね、はい、ではですね、その、CB90.0F ですね、詳しいところをこの後お知らせします。さて、 CB90.0F の詳細ということでございますが、はい、まずはやっぱりちょっと仕掛け人を呼ばないかんですけど。そうですね、仕掛け人がね、どっかに遊びに行っとるんですよ。お散歩したかな。そうですね、あそこにおる。本当ですね。全然気にしてないですよね。収録あるよって言ってんのに自由なんです。ちょっと呼んできましょうか。呼んできて、呼んできて、ちょっと、まあ、その間ですね、ずっとこうあのお話をさせていただこうかなと思うわけでございます。 90.0F、 その仕掛け人を、オーナーのうねめはなさんに呼んでいただきましょう。めっちゃ見えてるけど呼んでいただきましょう、どうぞ、はい、総監督湯浅さん、お願いします。もう呼ばれる。全然こっち見てくれなかったから。すごいですよ。お願いします。いや、でもついに反省しましたね。できましたね、はい、やってみるもんですね。やってみるもんですねっていうか、あの、僕らはできないもんだと思ってたわけですよ。うん、ね、うん、あの時だって湯浅さん軽く引き受けてやりましょうかって言ってたじゃん。うん、ここまで出来上がるっていう、そのなんか賞賛みたいなものあったんですか。うん、全然全然なかった。いや、でも、うん、あのこういう外装っぽいものがあるのは知ってたし、はいはい、あの多分この人に言ったら喜んでやるなっていう人が何人かポンポンってこう頭に浮かぶじゃないですか。ほう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 。そしたら、あ、一応ちょっとまあ打診はしてなかったですけど、うん、まあ、言えば多分嫌とは言わないだろうなっていう人が多いんで、そういう人たちが喜んでやってたんで、いやいいかなって。すごいですよね、そういうところが、ね、そうやってあのブレインのリンクを持ってるのがすごい。ブレインっていうか巻き込まれて、それこそ迷惑だったと思うんですけど、みんな巻き込んじゃった感じです。いや、しょうがないですよ、だからしょうがない。もうだって岩瀬さんに見つけられてしまったから、このリンクっていう。でもちなみに何人ぐらいの大人がこれ関わってるんですか。これね、TTR モーターズ林さんと、うん、TM ガレージ橋本さん、うん、あと絶品林業さん、うん、内田さんがシート作ってくれて、うん、外装、うん、PR、あ、ヨネさんがね。ヨネさん、まあ、出だしヨネさんが入って。そうですね、ヨネさん、ヨネさんっていう、まあ、僕の今までのありとあらゆるものを、あの絡んでるFRP 屋さんがいるんですよ。 FRP 屋さんですね。別に米屋さんじゃないんですね。そう、米屋さんじゃない。と SSP ファクトリーさん、そうそう、マフラー屋さん、あとトリプルさん、トリプルカフェさん、ほう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 、とコマゴマと、まあ、キタコさんとか、そうそう、タナックスさんとか。なるほどね。いや、でも本当になんかいろいろちゃんとこうちゃんとスケールダウンした状態でバランスも取れてやってますけど、うんうん、ただ別にこれスケールダウンしただけじゃないですもんね。うん、結構大変だったと思う。ちょっと待って、一言か。総監督すごいですよね。だいわゆるこれ、だからこれの PL なわけでしょ。そう、ね、プロジェクトリーダーなわけでしょ。そう、ね、そうね、すごいですよ ね、 ね、これね、ほう、なんだろう、1から10まで全部言わなくても、ほう、こうしたいんだよねっていうので、ほうほうほう、
3ぐらい言えば10まで理解する人たちがすごいいるんで、頭いいっすね。頭いいっすね。だって基本はだって気まぐれにちょっと言ってしまったことに対して、うんうん、瓶に動いてくれるわけじゃないですか。そう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 、すごいですよね。しかも聖地を極めてる感じですもんね、うん、そうなの。みんなこだわりがすごいから、うん、ね、そう、あの、なんでしょう、CD 持ってる人だと分かるんですけど、ここからリアシート側とかリアカウル側見るじゃないですか、うん、そうするともうあのちょっと大きいんかっていうぐらいのテールカウルがついてるんです、うん、でそっから見えるスクエアなこのウィンカーの張り出し方とかもうちょっとステイが出てもいやでもここぐらいまで追い込んでたしなっていうのが結構ねあるんですよ。あのライトカスタムちょっとしたぐらいの、うん、雰囲気に仕上がってるところがクソにくいんですよ。そうだからね、うん、3しか言ってないんだけど、はい、10までやる、さらに12とか13ぐらいまで、うん、言わなくてもやってくれる人たち、うん、そうそう、あの昔ね、タミヤ模型に行ったことがあるんですよ、うん、であれってやっぱり縮尺があるじゃないですか、うん、でもまっすぐあれまま縮尺やっても、うん、その車に見えない、そう、かっこいいんだってね、そうだけどバランスを取りながらその縮尺にするとかっこよくなる、うんうん、これも相当ですよね。でこの、うん、このメーター周りとか、うん、このスケールには合わせた2眼メーター、うんうん、こんなんだって何かの流用やろうと思うけど、うん、よう探したなと思いますもんね、うん、だこれも、はい、じゃあ僕がねこの写真のを使ってって言ったわけじゃないんですよ。そうですよね。あ、いい感じにしといてね、はい、だってハンドル二眼だよねって、ハンドルがねハリケーンのこれなんて言うんでしたっけ、これスワローハンドル ね, ですよね、うん、ハンドルはでも岩佐さんのところでねやってもらった、これはうちに転がってた転がってたっていうかね転がってた、ハリケーンあの世代にはドンピですね。もう何ですかね、ハリケーンのこうスワローで、そのスワローのこういうねバットマンみたいなここのところ、ここのところにちょうど収まるメーター、ね、ぴったり、ね、天才ですね、林さん。どういうこと、ね、言ってないよ、ね、そんなのこれ使おうなんて言ってないよ。でそうやって流用ものもあるかと思えば、うん、そのバックステップとか、うん、マフラーとか、これ、うん、これなんですか、これね、これもまあベラスコ感っぽくしたいよね。来たベラスコ感です知ってるベラスコ感、ね、キスのこと昔ベラカムとか言ってましたけどねこれステップはもともとエイプ時代からついてて、そのサーキット走りたいっていうので、はいはい、エイプサーキット走らせてた時にバックステップはつけてたんですけど、ただそれ以前にサイドスタンドついてたんで、バックステップつけるとスタンドがつかなくて、でさらにこのキックペダルも下ろせなかったので、はいはい、それをうまいこと調整してもらって、ただついてただけではできなかったの。ダメでしたね、うん、何をやってるんダメでしたね、うまいことやってうまいことやってくれた、うまいことやって、まあ大変ですね、うん、大変大変だったと思う、ね、大変です。でステッカー類にしたってカラーリングにしたってこれもまた大変でしょう、うん、大変だと思う、だってもう面白い、違う本当にね、このスペンサーカラーっていうんですかこれ、うん、ね、青いやつ、うん、AMA スーパーバイクレースのもうバッチリですよね、ねバッチリでしょ、はい、うん、もうだって花ちゃんだってもともとのイメージカラーがブルーですから、うん、それは知らなかったけどそうですよね、もうだってもう花ちゃんだからスペンサーカラーだって言われて、ヘルメットだって、これ何ですかこれ、これはアライヘルメットさんのスペンサーの、はいはい、これ実際に出てるんですよ、はいはい、このグラフィックで、うん、本来はトリコロールがね、はい、あのスペンサーのイメージかなと思うんですけど、うん、まあ、車両のねこのラインが青なんで、それに合わせてこっちのモデルを、新井さんありがとうございます、そうですね、新しいやつ、ね、40年アニバーサリーかな、まあ、これでスペンサーが走ってた頃のカラーリングではないけど、今これにできればこれでスペンサーに乗ってもらいたいよねぐらいの出来上がりです、うん、ちょっと本当にねいい加減にしてほしいです ね, ねその購買意欲がすごい、これ売ってたりするんですか、売ってない売ってないんですか、なおのこと残酷ですよひどいわ、見せるだけでもほら作れないわけじゃないから、うん、あ、まあそうですよね、うん、
これみんな作れるよっていうことですか。作れると思いますよ。作ろうと思えば、うんうんうん、まあ、いわゆる湯浅ブレインズがまたいろいろ相談に乗ってくれるかもしれないですけど、そのブレインズのつながりは公開しませんからね。いやでもここの下とかリンクとかにこうなんか貼っときますか。やめといていいと思うな。マジで問い合わせ来たらだって嫌がると思うよ。確かに問い合わせ来たら嫌がるぐらいの感じ。シートとかも結局手作りなんですよ、ミシンで。なんだと、これこのこうタックロールっていうか、このそうこれ全部F のパターンで、もモロモロ F のパターンです、うん、だってこれ、うん、でもね、いや、うん、いやだ、いやこれもうかひどひどいよね、ひどいよね、みんなこうやって見せたら、さあこのキットがいくらで売り出されますっていうのが筋やんか。いやいやいや、みんな嫌だって、みんな嫌だ売りたくない。それ見て、雑誌見て、このシート作りたいって問い合わせが来たんですよ、はいはい、で内田さんに、内田さん問い合わせ来てるんだけど、絶対嫌メディアの人はちゃんとこれを広めるための人。もちろん提案しました、私も提案しました、はい、だけど、はいはい、みんながやって言うから、違う違う違う、そこをなんとかするのが、いや、 やっぱりやってもらった以上、はい、私もね、そういう広げる広めていく立場の、ね、人間だと思うので。言ってた、そういえば。そう言いましたよね。言ってたけど嫌だって、みんなからバッサリ購入、あの販売の予定はないですみたいな。すげえわ。いやでもね、いいですか、何でもそうです、民意が勝ちますたくさんの人が勝たないと思うよ。いやいや、たくさんの人がですよ、ね、今あのこの動画のちょっと前の方に行くと、どこが組したっていう名前が出てますから、そこはカットしませんからそこから探していただいて、で足しげく通って仲良くなる。嫌がるんじゃないかな。嫌がるでしょうね。ね、ただ、これだけ言っときます、名前を出したのはうねめ花です。この裏にも関わっている人たちのちょっと分かっちゃうことがあるかもしれない。分かっちゃうことが、いや本当に今インサートがそこに入ってるかもしれませんけどまあでもね、ね、まあ、だからいろんなこと人が手かけて作ってくれたわけじゃないですか、うん、その人たちに何か言うことってないですか、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございます。え、お疲れ様でしたってことはこれでもうおしまいってことですか。もう何もこれ以上何も。一応これあれなんですよ、はい、あの私が連載させてもらっているミスターバイク BG での連載の中のプチ連載みたいな形で結局企画をやってもらって、はい、この間の撮影でひとまず完一回おしまい。ちょっと待って、ちょっと待って、それはなんかね、失われた古代文明みたいな話になるわけじゃないですか、うん、超古代文明があったけどそれに対してのデータは何も残っていない。BG にあるありますよ、バックナンバー。それ古文書やただの違う、俺が欲しいのはやな違うね、こっから先のこのね、この先の未来、先の未来はマヤ文明のこの先、これから想像していくものなんで、それこそ YouTube だったりいろんなとこで露出の機会を増やしていこうと私は勝手に思って。いや俺はね違うと思う、 BG の手を離れて俺は違うと思ってる。なんでか知ってる。なんですか。あのな、この横浜某所のこのビーズガレージ、はい、な、バランバランになってるちっこいバイクが1台あんねん。ああ、私知ってるかもしれない。知ってるよ、うん、知ってるよ、はい、俺もちょっと見たね、ちょっと見たかもしれないです。で、私も知らん人がおんねん。いましたね。おったやろ。いましたね。おったやろ、うん、でな、さっきの協力者の中にその名前が出てきた。そうですね、いましたね、ポロッと。きっとあの人はそうちゃうかなと思ってね。なぜなら岩佐さんが段ボールで切った外装をこうやって当ててた。当ててた当ててたよな。当ててました、見た、私も見た。それきっとその人やと思う。ですね、間違いないと思う。絶対その人は出てきたくないらしい出しましょう。出てきえへんかったらカメラで追えばいいだから。そうですね、確かにそうやな、間違いない。逃げ惑うよはい、ということでございます。じゃあその謎の人はこの後。さ、夜空の向こうに乗って懐かしい登場してくれたのはこの方でございます。自己紹介一つ。あ、どうも、はじめまして、米川と言います、はい、FRP 屋さんやってます出ましたね、FRP 屋さん。そうです。さっき名前がちらっと岩瀬さんの口から出た時には何て呼ばれてましたっけね。ヨネさん、はい、そうです、皆さん覚えておいてくださいね。この人だけは顔と名前が一致をする人ですよ。どこにあるかは知りませんけれど
ヨネさんがいろいろその FRP 関係で、岩瀬さんと絡んでやってくれてる。そうですね、いろいろとやらさせていただいてます。あの本人聞こえてないと思うんで、なんか愚痴めいた話とかなんかないですか。ああ、まあ結構強引に押し付けられますね。すいません、押し付けられるんですか。え、どういう感じでこう優しく優しく押し付けられるような感じですね。優しく優しく押し付けられる。なんでしょうね、その真綿で首絞められるみたいな感じ。非常に優しいんですよ。あ、そうです。非常に優しく接してきて、なんか目の奥は笑ってないみたいな。イエスかハイかどちらか答えるんだ。うん、そうです、それ。できるかやるかどっちかと。ノーって言われたことないね。うん、言わせないですよね。すごいです。いや、でも、その何ですか、言ってしまえば、うん、まあ、ヨネさんなんか、だからその、こんな感じで作って、さっきの話聞いてるとね、はい、3だけ教えてくれるわけじゃないですか。うん、ああ、まあでもそうですね。こんな感じで作ってくれって言われて、原型にするまでにはどれぐらいかかるんですか。まあ、まあ僕はちょこちょこっと手伝っただけだったんで、こちらの方はあれなんですけども。はいはい、まあでも、うん、でも、預かってる期間はちょっと長かったかもしれないですね。1週間くらい預かったかもしれないですけど。1週間で長い。1週間長くないね。ほら、この間の刀の、はい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 、はい。なんかもう、テールカウル作るよって言って、うん、あれだって僕段ボールに絵描いて、うん、こんなでざっくりなんかホームセンターの捨てで伸ばしてなんだしたけど、すぐ取材だっつうので、実際あれ触ったの1週間ぐらいしか多分触ってないですよ。触らせてくれなかった。もう時間がないっていうので。もうラッピング貼るからって言って、もうパテの状態でラッピング貼って。すげーわー。でもほらね、あの下のカバーとかも作ったでしょ。あれ俺何も指示してないもんね。そうです、うん、ちゃんとこれはこういうのがいいんじゃないって言って、僕の方で勝手に進めてって。はー、いやでもそのなんか僕たちのイメージだと FRP の製品って、はい、そのできたものを買うっていうイメージ。ああ、そうですね。もう一から作れるっていうのはあるんですか、一般の人とか。頑張れば作れるでしょうけども、うん、頑張ればですね。例えば、まあこれぐらいのサイズのオートバイ、 100cc ぐらいのオートバイでフルカウルを作りたいという話すると、はい、ワンオフで作るとおいくらぐらい万円なの。すごいですよ、ここで言うたら大体そんな値段になりますからね。そうですね、大事ですよ。非難受けそうなんで、あまり金額が口できないかもしれないですね。横断って感じ。同業者から多分、おいそんな値段言うなよっていう。だから要はその、まあ、いわゆる、最終的な到達点は、はい、ヨネさんのところです。FRP を、作ってくれているヨネさんのところに誰かがたどり着ければ、そこから交渉が始まる。ああ、そうですね。でもなかなかたどり着けないと思いますよ。ね、あのね、噂によるとね、あの割と人だと離れたところでやってらっしゃるらしい、ね、はい、あの人口よりも野生動物が多いようなところでやってらっしゃるんですから、す、ね、ぜひともですね、皆さん探し、宝探し探してみてください。でもそうやってね、まあまあ今話しましたわ、ね、バランバランになってる何やらミニバイクがありますわ。まあ、見る人が見るとあれベースこれかなっていうのがあるんですけど、うん、あれ何やってるんですか。なんかね、あのかっこ悪いんですよ。だどどかっこ悪い、語弊がありますよ。いろいろ語弊があります。3代目になって、はいはい、あのまあ、かっこよくなるはずなんですけど、ほうかっこ悪くなっちゃったのがあって、か そういう車両があるわけですね。でちょっとかっこよくしようかなと思って、ほう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 、そんで今ちょっといじり始めて。はあ、なるほど。それですか。それ。それが一体その、個性的になった車両のですね、うん、トランスフォームすると何になるんですか。うん、いいの言って。いやいや、言っちゃダメなら言わないで。いやいや、あのパリダカールラリーの昔の XL250R っていう、ほう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 、あのパリダカール仕様っていう、そのビッグタンクつけたやつありましたね、ファラオとかいうやつ、ね、そうそう、あれ、あの辺のイメージにしたらいいかなと思って、ちょっとそのビッグタンク仕様を作ろうかなと思っている、うん、その話を聞いてヨネさんはどうですか。誰が作るんでしょうね。
まあでもそんなこと言いながらさっきものすごい一生懸命やってましたね。厚紙当ててこういろいろやってましたからね。ね、でもなんかそういった形でこう盛り上がってくれるといいですね、この排気量もね。ね、やっぱりそのコロナになって、うん、原付2種のユーザーがめちゃめちゃ増えましたから、うん、ね、それの楽しみ方、吊るしだけじゃないですもんね。そう、流行りで終わらせたくないですからね。そうですよね。今、うん、エイプも高騰してるんですよね。そうなの？そうみたいですよ。欲しいけどどんどん高くなっていってるっていう声が。おすすめなんですかね。やっぱ現行グロムでしょ、うん、言っちゃった。原稿グロム。原稿グロム。原グロ。うん。5速。5速グロム。うん。まあ確かにそうですよね。うん。もう走行に関しては全然もう師匠ないですからね。うん、はい。だから、ベースになる車両だけ見つければ、それで工夫すればなんとかなる。そう。俺友達も学生の頃はね、CB50J でしたっけ、うん。あれで、ドゥカ作ってました。うん、ありあり、そう、あり、ちょっとイタリアンな感じです、うん、CB50 この子の目の元ですよね。やっぱいろんな手がかり言ってしまったわ。でもこのメーター探すのも大変やけど、ね、大変。これしかもここのホンダは本物から取ってきたって言ってましたよね、うん、本物から取ってきた。本物からあの下のプレートのここのところの本物。そうそこで分かる俺も嫌やけど。どこの本物から取ってきてペタってしてくれた。これもだってこんなビニ入りサイニ入りやらへんで。やばいですよね、はい、もうあのプラモデラーの世界ですここ。1分の1ね。そうですね、うん、いやでも本当に大人の趣味ですよね、うん、ガレージある人なんかはもうお家で、コツコツ作ってみるのもありですし、ね、ちなみにちょっと花ちゃんおまたがりまたガールやります、ね、またガールやってください。もうせっかくですからね。助けていいですか、はい、前ごめんなさい失礼します。サンダルなんですけど今まだ今ねまだね、まだね、後で着替えますけど、はい、そうこんな感じですよスケール。私158センチなんですけど、はい、ね、世間様で158メートルだと思ってる人がいるのか。170ぐらいに見られがちですからね。おじさんたちこんな緩いので受けてくれるから好き。あれですよ、ツーリングの時に、はい、湯浅さんにも言われたんですけど、ニーグリップがなってないって。ああ多分 YouTube 見てる方は。はい、はい、ヤンキー。いやいや、もうそこはもう、確認したい方はですね、BG のバックナンバーとか。あとはあの GB の映像。あ、そうですね、GB の映像。GB の映像見てもらったら分かる。マイトドットバイクのね。はい。まあ、ここから先、うねめ花チャンネルで、花ちゃんが、また、この CB90.0F で、走ってるような走行シーンとかもまた上げてくれますよね、はい、多分この動画が出る頃には私のチャンネルで上がってると思います。おそうですということで、このチャンネルが上がった頃にはもうみんな見てる情報ですいませんでした。いやでもマフラーが変わった状態はまだ出てない。あなるほどでございます、まあ、ということでございますので、皆さんそちらの方もチェックしていただいて、この後ですね、この周りをちょっと走ってみようと思いますのでその映像の方もお楽しみください。Love.